レディース&ジェントルメン、どうもドラマスです。はい、今回は家具土をね、また今月も引いていこうかなと思います。今回は、私ドラム鈴木と家具土との神経勝負をしていこうと思います。まあ家具土当たんなくても最悪ジキルハイドとかミカエルだとかね、属性ガチャで渋いやつがまあ出てほしいなと思いますね。そう、あとはねおまけのワクワクミン狙いなんで、はい、っていうのはまあ冗談でまあ引いていこうかなと思います。その前にまあボックスの方を見ていこうかな。属性で、そう、闇の方なんだけどいないのよ、カタストロフィーのね適性が。なのでここら辺で一発まずヒート関東きつくなるかなと思いますということで、はい、じゃあ引いていくかということで、かけてたね。はい、こうね、なんかボイス鳴らせばワンチャン来る可能性が高いってね、なんか友達から聞いたんで、レディーゴー。火をつかさどる我に挑むか。炎よ、あれ、剣に宿りて敵を滅せよ。はい、確定。ポロリ、右に回転。かぐづち、かぐづち、かぐづち。俺何体持ってると思ってんだお前は。ありがとうございます。はい、今回はタンポポをね、まあ、ゲットできたんですけど、ご覧ください、タンポポ。あ、意外と少ないのか。はい、ということで今回、今月は私はタンポポをね、まあ出たよということで、皆さんは何が当たりましたか。はい、コメント欄で、教えてくれるとなんかありがたいですね。はい、というわけで評価、チャンネル登録お願いします。ということで以上、ドラマスでした。バイバイ。ふざけんな。